ジャスなんかです。今回は SVG100 を使ってチームデスマッチやっていきたいと思います。さあ見てください、この迷彩。どう見てもカストロール迷彩ですよね。わかる人にはわかりますよね。カストロールトムススープラですよね。どう考えても、あ、セリカかな。セリカの人だったら確かにセリカかもしれないね。 SX の人はちょっと違うかな、黒だもん、あれというね、分かる人にしか分からないような迷彩をつけて今回はチームデスマッチやってまいりましたけども、ここいいね、誰もいねえ、いいね、じゃあ観光していこうか。いや、ここに階段がって、マジかよ、そこで待つ、マジ、ちょっと待って、ここから狙えんじゃね、うえー、どうや、ポイントいただき、大丈夫かな、なんか滝のところから来そうなんだ。あー、落ちる落ちる、はぁ、悲しいなぁ。滝のところ、あそこ絶対行かない方がいいわ。ほんと、学習したわ。敵、あ、外した。最悪。あー、ないわ。あー、ないわ。あー、ないわ。これさ、もうガンマジスナイパー難しいんだよね、今回。ガンマジスナイパー難しいってどういうことだって思うとね、動いてる敵に合わせるのが非常に大変。そう、だから、あえてね、機銃の場合はね、止まってるスナイパーだったら、お、カモじゃんって思っていけるんだけどね、スナイパーの場合めちゃくちゃ難しいんだよね。ね、だって迫り来る敵がね、本体だったら来たら、バコーンって撃っちゃいいんだけどさ、なかなかそれがさ、しづらいわけよ。なぜかエイムアシストがね、弱いからね。おっ、うわー、ほら外しちゃう。ちょっと待ってくれ。うわー、ちょっと待って、ジャボジャボはやめて。おお、マジか。あー、死ぬ。間に合わない、これは。これでもギリ間に合ったかもしんないけどね。あー、あの、ちょっと待って、下か、下で、あー、くる。ハゲー。あっぶねー。絶対ハンドガンの方がいいわ、こんな近距離。わざわざスナイパーで狙わなくてもいいんだ。ある程度のところだけね、やってりゃいいんだって。ほらほらほら、2人目が難しいんだ、今回。今回2人目絶対間に合わない銃だからさ、これさ、どうにか頑張らないといけないわけですよ。来い、なんて言っても来ないから、僕らから、僕から、ぼ、行く、行かない、行かない、カッパになったな、貴様。あれ、いると思ったんだけどな。あ、2人も死んでる。すごい、なんかすごいね、いろいろと。ここにいるのか、ここに。オッケー、危な、待った待った、ほら、こんにちは。左だろ、むしろこっちから来てほしいな。それなかったか。ナイス味方。おー、とっと、よっしゃー、いいね。素晴らしい。いいねー。ここでリスキルしよう。あ、楽しい、楽しい。いいねー。ちょっと待って、チャレンジ終わってくれたじゃないの、これ。きついきついの、またチャレンジが。あー、やめてやめて。いじめないで、何もしないから、逃げよう、逃げよう、あー無理。ちょっと調子乗りすぎましたね。くっそ、あそこでバシ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 やりたかったんだけど。ほら、来いよ、いるんだろ、分かってんだよ、ほら。やば、あ、マジか、いいね、味方さん、いいぞいいぞ、おせおせい。は、ちょ、ま、おい、なんで俺なんだ。そこ動くものはすぐ狙われるね、ほんとしょうがないね。あぶね、ゆっくり狙えば当たるのさ。どうしよう、ここにいるの、なんかすごい慎重だけど君ら。あ、いたんだね、うん、なるほど。はい、 V パルス、 V パルスじゃねえな、ビジョンパルスだから V パルスで合ってんじゃん。ほい、ゲット、ごめん横取り。これ敵だね、あー、なんか敵が流れて死ぬ。本当にね。いやー、皆さんね、でもね、カストロールトムススープラって言ってもね、わかんない人はわかんないんですよ。でも多分ね、写真出してるからね、グランツーリスモやってる人はわかると思うんですよ、多分。グランツーリスモやってたら多分わかるよね。って言ってもグランツーリスモ5とか6とかに入ってるかわかんないけどさ、自分のもね、グランツーリスモの、4までなら結構ガチでやってた。5からちょっとね、んってなって、ポルタかなって。ポルタ、なんで君が、本当にドスドス入ってくるんだ、本当に人の。ああ、え、マジ、あの人機銃か。ちょっと待って、すごい慎重に狙おう。ほら来いよ、ほら来いよ、雷みたいな音だぜこれ。楽しいよ、楽しいよ。あ、マジか、そこか。やばい、あれは全力で、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 これ、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 イエーイ、ザマミロ、へっへー。
って言ってる場合、ちょっとこっち行こう。怖いし。いやー、グランツーリスモ3だったらあれがメインの車になってたはずだと思うんですけどね。グランツーリスモ2も多分そうだと思うし、1もそうだと、1はなんか詳しくやってないんだよな。2はちょっと車めちゃくちゃ多いじゃん、うわーすげーって思ったね、記憶があるんですけどね。あとコンセプトには出てきてないよね。は？あ、何来てんのマジ、ちょっとおかしくない？何やってるのかちょっと理解が苦しいな。ちょっと待って、当たんねえし、しかもこれ待ってよお前、まあまあ落ち着けって。ちょ待って待って、これうわ、ちょ、なんか変な音がするぞ、怖いなほんと。うる、当ててみろ、埋めなきゃ上に行ったらそんなただの転がる的なんだよ。50ポイントいただき。さあほら敵さん、どうせここ来てる。うわ、ちょ待って、ちょ待って、怖い、やめた、ぼなんだこのアトラクション、マジで困るわ、心臓に悪いんだけど。路上戦だ。あ、こっち来んな、こっち来んな。あー、味方さんがやられる。いや、お前、よくもやっていたい。味方さん、こっちにもいる。辛いよ、きついよ。助けて、誰か、ヘルプ、ミー。あー、待って。かかってこいや、ほら。最強のハンドガンがここで待ち受けまいた。何だったんだろう、まだここで戦えっていうの。いや、鬼畜だね。もういいじゃん、ここで戦わんでも。ナイス、ほらもう一個。あ、めっちゃいるじゃん、ほら。おーおーおー、きつい。いけ、終わりだ。ハンドガンで終わりだ。あ、これはこっちから味方が湧いたってことは、敵が殲滅されたか。いいじゃん、ちょっと待って、AR 持つ。あー、ちょっと怖いなこれ、リスイチがちょっと危ないぞ。さあこれは逆転に、あー、これどうだろう。あれ、さっきここから、あ、発砲音、どうだ。こっとー、マジか、ナイス、危ねー。今回という感じでね、今回はなぜかよくわからん籠城戦が際立ちましたけど、はい、というわけで今回はね、カストロール迷彩をつけた SVG カストロール版のね、カストロール SVG を使ってね、チームデスマッチやってまいりました。いやー、ほんとね、スープラかっこいいんだわ。まあセリカもかっこいいけどね、でも僕はスープラなんですわ。はい、というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。皆さんもね、チャレンジ頑張って、やっとね、ノーアタのチャレンジ終わったから、あとこれがまあ5連続キルを何回かと、あとロングショットと、あとなんだっけ、なんかアタチメントいっぱいつけてやるやつで終わるんですよ。あともう少しでメイン武器全部ダイヤになりますので、お待ちください。というわけで次回もかかってこーい。